皆さん、こんにちは。Hirokiです。ご機嫌いかがでしょうか？私は元気にしております。さてさて、日常生活本の、続きを書きたいと思います。
はい、じゃあここまで書いたところで、次には次回は、借り手のメリット、賃貸のメリットについて書いていきたいと思います。では今回の配信は以上になります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。